ローリンとおうち時間。みなさん、こんにちは。コスコツ。オーストリアから来た国際コリアンのフローリンです。今日はオーストリアのアイスカフェを作りたいと思います。アイスカフェをどこで売ってるのかということを、あれはウィーンのカフェハウスです。カフェハウスはコーヒーの家の意味です。つまり喫茶店ですね。オーストリアのカフェハウスが最も盛んだった頃はこの19世紀の頃でした。その時はこうオーストリアのアーティスト、作家さん、政治家などはよくカフェに来ました。そしてもう完全にカフェのことを自分のこう第二のリビングと思ってました。本当に使い方もそうでした。もう新聞読んだりして仕事したりしていろんな意見交換したりしてもうすごく楽しく使いました。オーストリアのカフェハウスの代表的なインテリアとしてはこう陶熱という椅子があったりして大理石のテーブルがあります。そしてウィーンのカフェハウスは昔からあるカフェハウスもあるのでこのちょっとこうサービーがある本当に歴史が感じる雰囲気が多いです。最近は暑くなったので今度はちょっとその季節にぴったりのコーヒーを紹介したいです。アイスコーヒーですね。そして日本のアイスコーヒーと違ってこうアイスキューブじゃなくてアイスクリームを使います。アイスクリームというとオーストリアではアイスサロンというお店があります。アイスサロンはこうイタリアの美味しいアイスクリームを売ってます。そして中で座ってパフェを食べることもできますが多くの人はこうジェラートを買ってこう歩きながら食べます。そしてそのまあアイスサロンでも今日紹介するアイスカフェを売ってます。じゃあ早速作ってみましょう。まずは材料を紹介します。コーヒー、バニラのアイスクリーム、生クリームと、まあ、ココアパウダーかチョコチップスでいいです。じゃあまずはコーヒーを入れます。そして一回できたらこう冷ますまでに待ちますね。でちょっと薄いかな。まあ好みのコーヒーでいいと思います。でそのままでとりあえず待ちましょう。次は生クリームを泡立ちます。この大さじ3以上使えばいいと思います。まあ大体こんな感じになればいいですね。じゃあまずはアイスクリームを大さじ2入れます。美味しいバニラのアイスクリームですね。チーズと、で次は上からコーヒーを注ぎます。次は上にこの泡立てたクリームをのせます。まあ好みでいいですね。大体こんな感じが。次はココアパウダーを振りかけます。ちょっと多いかな。こんな感じでいいと思います。そしてもし家でこうチョコチップチョコチップなどのものがあればあれもかけてもいいと思います。たまたまこのちょっと可愛らしいバージョンがあったので
せっかくなんでちょっとやってみましょう。こんな感じでいいと思います。完成しました。そして今度カフェハウスかアイスサロンに出た時はこう普通にストローがあって、こうちょっと長いサージがあって、そして場合によってこうウェーファーズなどもあります。そしてまあたまにはこういうふうに入れたところもあります。今日あのオーストリアのカフェを作りましたので、一つだけドイツ語を教えたいと思います。そのことはとても簡単ですね。カフェはドイツ語でコーヒーのことです。カフェ、そしてあれはドイツだったらカフェというんですが、オーストリアはカフェと言います。今日はオーストリアのアイスカフェを紹介しました。皆さんもお家の時間にぜひ作ってみてください。ではまた今度会いましょう。アフィラセ、ディスパイト。